LCVP はイギリスの上陸用集艇。フィアレス級揚陸艦の搭載艇として LCVP マーク2が配備されたのがイギリスにおける最初の LCVP である。これは第二次世界大戦期より使用されていた LCA を更新したものでイギリス海兵隊第一強襲軍によって運用される。 ドーセットの港町プールのドーセットヨット車で1960年代に建造された。完全武装した海兵隊員35人もしくはランドローバー2両を積載可能であり、放電のディーゼルエンジン2機を動力とした。フィアレスの搭載艇フォックストロット7は、フォークランド紛争中の1982年5月24日、炎上するアンテロープからの脱出に用いられた。 その後1986年にポーツマスのイギリス海兵隊博物館へ寄贈された。2001年には修復され、展示されている。1986年より LCVP マーク2を更新した。イギリス海兵隊独自の揚陸部隊に用いられた。船尾の喫水は75センチメートルであり、パーキンスのターボチャージャー付き6気筒ディーゼルエンジン2機を動力とした。 4隻は陸軍のイギリス兵隊軍団によって用いられた。2012年には退役したとみられている。LCVP マーク5ボスパーソーニクロフトと FBM バブコックマリーンによって建造され、1996年より収益した。4隻で1個、中隊140人を揚陸することができる。ヘリコプター揚陸艦、オーシャンとアルビオン級揚陸艦の搭載艇として、 運用されている2012年の段階で23隻が在籍していたが、2014年には9473、9673、9674、9708の4隻が退役し19隻に減生している。AB-1 アサルトグループ。イギリス海軍。2015年6月2日閲覧。HMS フィアレス。ランディングクラフト。 HMS Fearless 2015年6月2日閲覧。Memorials and Monuments in the Royal Marines Museum Portsmouth イギリス海兵隊博物館2015年6月2日閲覧。AB the Royal Navy Handbook P108 LC シフター。Safety Boat Service Limited 2015年6月2日閲覧。 コンウェイ、s ルザワールズファイティングシップス g 九百四十七1947-1995ネイバルインスティチュートプレス、P536 ISBN 978から15億5750万1325ハット A.B. ザ・ミリタリー・バロンス y v a l 2012国際戦略研究所ピアニッシモ170から171ハットアルビオンクラスランディングプラットフォームドック LPD ユナイテッドキングダムハットザネイバルインスティチュートガイドツーコンバットフリーツオブザワールドゼアシップスエアクラフトアンドシステムズ P 八百五十五 HMS オーシャンヘリコプターキャリアユナイテッドキングダム NAVAL-DTECHNOLOGY c、H N、o m コム二千十五年六月二日閲覧アルビオンクラスランディングプラットフォームドック LPD ユナイテッドキングダム naval-technology.com2015 年6月2日閲覧 The Royal Navy Handbook Conway Maritime Press ジム・ドーシュナースペシャルデリバリー Jane Defense Weekly 46-28ブッシュスティーブ Warships and o ーシ s e r i e s Maritime Books p35 から39、ISBN19 億445万9552、LCVP、i リートゥークフォーセス、イ Info、2015年6月2日閲覧。ジョン・ムーア、エド、ジェーンズ・ファイティング・シップス1981から82、ジェーンズ・パブリッシング、p573、ISBN0 から531039773。ありがとうございます。